自分で実践して実感できる価値観をきちんと形化して人にも見てもらうし、実践している内容からスタッフにも次を見ていってもらうみたいな形で、建築家なので建物にして評価を待つ、そういうふうに意識してますけどね。ラグジュアリーっていうのはやっぱり快適っていう言葉なんですけど、温度とか数値的なその環境の話だけではなくて、見た目も含めて快適に思えることを目指してるんですけど、車に求める心地よさっていうのも僕にとっては建築に求める心地よさと同じで、自分にとって気持ちいいイコール無駄もないし、機能的にもいろんな意味で快適であるっていうことだと思います。サスティナブルによって無駄をなくすっていうことなんだけれども、でその住人自身が自覚的になってどういうふうにコントロールしていこうかっていう意識が生まれて、エネルギーの節約につながるっていうことなんじゃないかなと思います。素材とか形態とか本当の意味でのこう気持ちよさっていうのはやっぱり建築が愛されないとダメなんですよ。中にいる人がリラックスして安心して長く建物と愛しながら一体化できるような、そういう空間を作ろうと思ってるっていう感じですね。